はい、ということで今回も始まりました。山田がお送りする生っぽいラジオ、略してポイラジ。ポイラジ全然浸透してないよね。うん、なんかね、あれどっちだっけ、ツイッターだっかな、前回の動画、前々回ぐらいの動画のコメント欄かな、で、あのポイラジでいいですかねみたいな感じでもう書いて、でそっからもう僕の中ではね、このラジオはポイラジっていう名前なんですけども、あの生っぽい、まあ、生っぽいっていうのはあれなんですよ。まあ、なんかラジオってさ、大体さ、収録の場合もあるけど、まあ、生放送みたいな雰囲気あるじゃん。もう基本的にこれラジオノーカットなんですよ。ほぼほぼノーカット。なんか変なね、ところ、変な間とか入っちゃったらね、まあ少し切ってる時もあるかもですけど、ほぼほぼないです。つうか、この回まで、今まで撮ったやつはですね、カットはないですね。はい。だからまあ、個人的にはほぼ生。実質生配信ぐらいの感覚を取ってます。あとは、まあなんか、普段のね、動画だったら喋んないような生っぽい話題ですよね。話題と、このスタンス、両方が、まあ生っぽいということで、お送りしている生っぽいラジオ、略してポイラジ。今回もやっていこうと思うんですが、いやー、アメリカから帰ってきて最初のこれ収録なんですよ。ワシントン。マジね、飛行機が疲れるんですよ。なんか海外旅行とかね、まあ、アジアとかだったら、まあいいですよ。例えば僕、台湾とか韓国とかね、動画でもこう出している、あと、まあ、タイとかも行ったんですけど、この辺だったらね、正直大したフライトじゃないんですよ。この前のワシントンなんてね、行きと帰り両方とももう10時間超えてますから、行きがだいたい12時間、帰りの方が時間がかかって14時間とかだったんですよ。重い、時間が長くてもう潰れるのよ、1日がね。でさ、これってさ、12時間とか14時間って聞くだけでもさ、まあしんどいじゃん。でね、もう僕はね、もうこの14時間って14時間じゃないと思ってるんですよ。もう何言ってんだって感じなんですけど、14時間のフライトを乗る前にさ、じゃあ空港に行きますと。で、飛行機に乗る前って大体まあ成田でも羽田でもね、国際線って大体2時間前ぐらいには空港いようっていうね、風によく言われるじゃないですか。大体2時間前にはチェックインしとこうよみたいなことが、まあ、言われるわけですよ。ってことは、そもそも空港に行くのはその14時間の前の2時間前の16時間で、ホテルとか、まあ東京だったらね、自分の家から空港に向かうまでの電車ですよ。まあ僕は大体1時間半ぐらいかな、半かからないぐらいですけど、って考えるとさ、もう何時間かかってるんですか、僕は行くのに。でもうクタクタで現地着いて、でそのまま寝れるわけでもなくし、昼間に着くんでね、もう時差ボケがもう一生治らないから、頑張ってその日は起きといてみたいなさ、もうその時間以上のその負荷がかかるわけですよね。いや、いいんですよ別に。僕はね、ポケモン GO やるのが普通に楽しみだし、海外行くのも楽しみだから、現地に行ったらいいんですよ。行く前が本当にナーバスになりますね。マジ心がね、ほんとやられますね。僕あんま病まないんですよ、ほんと。そ、ほんと、なんていうの、ちょっとやそっとのことでは僕精神病まないんですけど、この飛行機だけはちょっとね、やられるね。特に今年は年にじゃない、月に1回ぐらいのペースで行ってるからさ、もう、またかよーって思いながら毎回支度しております。はい。ということで、そんな1回ね、ちょっとそんなナーバスの時期を乗り越えた、私、山田でございます。はい。で、ソナー、ちょっとね、ソナーってなんやねん。概要欄の方にですね、実は今、このラジオでですね、答えてほしい質問、また私山田宛てのですね、もう何でもいいです。フリーの質問っていうのをちょっと募集していまして、これを投稿するメールアドレスがございます。作りました。はい。こちらなんだっけな、山田ポイラジとか、ポイラジオとか、多分そんな感じのアドレスになってるんですが、ごめんなさい、ど忘れてました。見てください。概要欄の方に載っておりますので、答えてほしいやつ、ぜひね、皆様ご投稿お願いします。で、これが Gmail ですね。Gmail なんで、まあ別にどんなメールアドレスからお送りしていただいても構わないんですけれども、なんか、読み上げてほしい人はね、名前とかがあれば、その名前があれば、それ読み上げますので、まあ、ぜひぜひ、ください。まあ別にそれなくてもね、読めるんでね、それはお任せします。はい、書いても書かなくても結構です。ラジオネーム的なやつを、書くかどうか、
はい、まあ、書いてあったらしっかりお名前読み上げさせていただきます。よろしくお願いします。ということで、今回はね、ちょっとあの僕自身もですね、あの話そうかなって思ってる話題あるんですが、せっかくならね、いただいたメールからね、はい、質問からですね、ちょっと何個かお答えしていこうと思います。ということで、今日は前半は、ちょっと質問回答パートからスタートしていこうと思います。それじゃあ一旦ここで CM 入ります。はい、 CM タイム終了。 CM 入ってんのかなこれこれさ、 CM ここ入るぜとか言っときながら、あの YouTube プレミアムとかに加入してたりとか、あとそうじゃなくてもね、入らない時あるから、うん、だただの無音の時あるよね、うん、まあいいんだけどさ、ということで、じゃあ一つ目の、質問読み上げていきます。こちらの方はお名前がないですね。お名前なしです。質問のみですね。はい、質問読み上げていきます。あなたの番ですのお話とかしてほしいです。山田さんがどういう気持ちで見てるとか、あと好きなドラマとかも聞きたいです。はい、多分この方はですね、僕のあのツイッターとかね、その辺を見ている方なんだと思います。あなたの番です、皆様ご存知でしょうか。今ね、あのちょうどね、放送中のテレビドラマですね、あの主演がですね、田中圭さんですね。はい、まあ、田中圭さん主演っていうか、まあ、ダブル主演みたいなね感じなんですけどね、とある夫婦の話ですよね。はい、あのとある夫婦が、まあ、ちょっととあるマンションに引っ越していったことで、ちょっとね、とんでもない事件に巻き込まれていくというようなドラマでして、これがですね、あのすごい斬新なドラマなんですよね。前編と特別編と後編という形であのやってて、であのまあ、内容に関してはね、結構これサスペンスというか推理ものなんで、あんまりこう言うのちょっとあれかなと思ってるんですけど、あの10話なのかな、10話特別編10話みたいな、多分そういう構成なんだと思います。でこれがね、まあ、僕あのゲームウィズっていうところに所属してるんですけど、ゲームウィズの、サヨドラっていうねチャンネルがあるんですよ。はい、あのサヨドラのお茶くん、エータさんっていう2人がやってるチャンネルがあって、そこのお茶くんがですね、あの動画の中で、あのサヨドラの動画の中で、あなたの番です面白いよみたいなことを言ってたんですよ。であなたの番ですが結構話題にやっぱその上がることが、その僕の身の回りで多くて、で、あ、そんなに面白いんだと思って、あのただ地上波僕追いかけてなかったんですよ。だからこのあなたの番です、ちょっと見たいなと思って、あのHuluってあるじゃないですか、あの配信サイトみたいなやつですよね、あの契約して月額いくらだっけなんか、うん、こういうの覚えてないのあんま良くないよね。パンパン契約して自分がいくらそういうのに払ってるのか把握してないマンみたいなのがちょっとバレちゃいますね。まあ、Hulu契約してるんで、まあ、見ようと思って、で、あなたの番ですの第1話からこうずっと追いかけていったらですね、まあ面白くて、めちゃめちゃ面白いんですよ。いやー、これあなたの番ですね、マジで考察とかがね本当に楽しくて、毎週見終わった後に、あの今週こんな風に動いていって、なんかこんなヒントが出てきたね、じゃあ何なんだろうみたいなことを結構そのツイッター上とかでねやってる人めちゃめちゃいてですね、なんだったら今 YouTuber で考察系の人いるんですよ。このあなたの番ですの考察でめちゃめちゃ数字を取ってる YouTuber さんとかが何組か普通にいらっしゃって、だからもうすごいの、 SNS とかそういう YouTube とかそういったところとの相性がすごくいい、はい、っていう、ちょっと現代にこう本当にマッチしたドラマだなというふうに思いました。で、あの俳優さんとかもね、結構いろんな方々がね出演なさってて、もう本当に魅力的な俳優さん、女優さんいっぱい出演なさってるんですけれども、今がですね、その後半のさらに後半、もうだいぶクライマックスが見えてきてるところなんですよ。あの毎週日曜日のね10時半にね、あれおしゃれイズムだっけ、あれの後にやってます。おしゃれイズムで合ってるよね、あの番組、クリームのね上田さんがやってて、あと藤木直人さんとかやってて、はい、あの番組の後にやってます、1時間でね。だからね、あれ10時半から11時半でね今やって見てるんですけど、そう、もうあの11時半からね、もうお祭り騒ぎですよ、ツイッターは。穴番見てる人たちは、ほんと面白いね。まあ、もうちょっとね、このラジオ聞いてる方に、今回僕ね、まだ見てないと、穴番見てないよっていう人に見てほしいから、あえてネタバレはやめます、やめます、それは、うん、言うのやめる。うん、本当はめちゃめちゃ語りたいけどね。うん、あ、なんでこの質問者さんのね、このあなたの番ですお話とかしてほしいとかという気持ちで見てる。あ、
はそうか、どういう気持ちで見てるかっていう質問か。いやーそうだな、どういう気持ちか。少なくとも今週に1回一番楽しみなテレビ番組ですね。マジトップっていうか、こうリアルタイムで見ようって思える番組はこれくらいですかね。僕アニメとか結構見るんで、アニメね、まあリアル、今だったらダンベル何キロ持てるとか、あとは見れてないけど見たいなと思ってるのは鬼滅の刃とか、あれは僕ジャンプをね毎週買って読んでるので、まあ一応ねストーリーは知ってるので見たいなって、アニメ作画がいいって聞いてるので、だからそういうアニメとかはね結構まあリアルタイムじゃなくてもいいから、ちゃんと追いたいなみたいな感じで見てるんですけれども、まあ穴場に関してはもう全然それを超えている、もうマジで今年ナンバーワンかなとちょっと思ってます。うん。つうかね、僕あれなんですよ、田中圭さんがマジで俳優さんとしてめっちゃ好きで、あれなんですよ、僕おっさんずラブってあったじゃないですか。今年ね夏映画劇場公開もするんですけど、あれがマジで面白くて、なんかあれっておっさんずラブっていうさフレーズからさ、まあ言っちゃえばこうね、男性同士の恋愛の話なわけですよ正直ね。だからそれを男が見てるってなんかちょっとあれってなんか偏見をね持たれるかもしれないんですけど、単純にドラマとしてめちゃめちゃ面白いのと、すげえ純愛ものだったんですよね。あとまあ田中圭が演じている春田って呼ばれるね、主役がまあちょっとヘタレだけど、まあなんかなんていうのああいうのはダメンズなんだけど仕事はちゃんと真面目でみたいな、こうなんかなんだろう、あれに惚れるのは男っていうか女の子の視点でも多分ああいうのに惚れるんだろうなみたいな主人公やってて、それに惚れちゃう男たちみたいな、なんかギャグと、純愛のバランスがすごい絶妙な、そんなドラマだったんですよ。だからめっちゃ面白くて、でその時に田中圭さんもマジ大ファンになって、で今回のあなたの番ですにも結構メインの役どころでね出演なさってるので、あいいなと思って、で内容もストーリーも本当に面白いから、もうぐんぐんこうね、浸ってしまっているとっていう感じですね。あとね、僕あれなんですよ、これねお名前ね分かんない人もねいらっしゃると思うんですけど、皆川猿時さんっていう、俳優さんがいらっしゃるんですよ。でこの方があなたの番ですにも出演してて、刑事役でね、出てきてるんですよ。刑事が2人いて、1人はねすごいキレッキレのなんかこうもうシュッとしたもうイケメンみたいな、イケメンっていうかそのもうなんかもう切れ者の警官なんだけども、まあ、ちょっと実は一つ癖があるね、警官がもう一人いて、でもう一人がそれの先輩役で、なんかちょっとね抜けてる雰囲気のある先輩が出てくるんですよ。でこの先輩が皆川猿時さんっていうね、俳優さんがやられてて、この方も好きなんですよ。なんか結構あとね僕好きな方で言うと片桐仁さんって俳優さんもいらっしゃって、この辺の方々がね今回出てきてるんですよ。でそれがすごく良くて、あとね袴田義彦さんがねいい役、いいんだよね、すごく役がいい、台本がいい、単純にあれは。うん、ということでいろんなねこう推しの俳優さんがいっぱい出ているっていうところでも楽しいし、ストーリーも面白いというところで、あなたの番です、マジどっぷりハマってます。皆様ぜひ見てないということは見てください。でもう追ってると見てるって方はですね、ぜひですね、僕Hulu のですね扉の向こうかな、向こう側だったかなっていうね、要はそのサブストーリーがねそっちで展開されてるんですよ。それを見てほしい。うん、本編のねこうサブなんで、それ見てないと分かんないってことはないんですよ。ただ各キャラクターが一体どういうその設定なのかとか、あとそのなんか同居人がいるようなキャラクターとかもね何人かいるじゃないですか。でそういった人たちが家でどういう風な生活を営んでいるのかとか、どういう関係なんだみたいな、そんなことが結構分かってくるので結構いいですね。はい、より深みにはまりやすくなるというか、うん、深まりますね、いろんな思いがですね。はい、まあ別にあれですけどね、別にHuluの回し物じゃないんで、別に契約しろとは言わないですよ別にね。なんかわかんないですけど、今やってんのかわかんないですけど、なんか1ヶ月無料みたいなやつがあったら、その時にこう加入して見てね、解除しちゃっても別に僕は全然いいんで別に僕の懐に今1円もね1円たりとも入ってきませんので、好きにしていただければいいと思うんですけど、僕はHuluのね、それを見て、あいいなと、あこれいいなと思ったんで、まあ、ちょっとおすすめさせていただきます。あとそうか、好きなドラマか、まあ、今流れでねおっさんずラブもいいなって言ったんですけど、あとはね最近比較的最近のドラマだと今日から俺はかな。はい、これね
もう去年とか一昨年ぐらいだよね、あの突っ張りのドラマで、あの監督さんがあの実写版のあれですね、銀魂とか、ああいうのをやられている監督さんですね。ちょっとお名前はちょっと僕は、ね、今失念しちゃったんですけど、がやられてるやつで、まあ本当に結構ギャグがゴリゴリの、ヤンキー漫画、あ、アニメじゃないドラマで、原作のね漫画がね、結構昔の、漫画なんですよね。タイトルそのままで今日から俺はって、でこれがすごい好きで、で僕あのこの作者さんですね、この漫画家さんの漫画が他のも結構好きで、今日から俺はもそうだし、あのその後に連載した天使な小生意気ってやつと、あと同志郎でござるとか、あとお茶濁すはちゃんと読んでなかったかな、まあ結構あるんですよ。でその作者さんの書く漫画がまあそもそも好きで、あの今日から俺はもう昔ハマって読んでたんですけど、それを実写化するってどうなんだとちょっと思ってたんですよ。だから放送当時は見てなかったんですけど、Hulu ですよ。はい、今日から俺はの、あ、今日から俺はじゃないわ、あのあなたの番ですの見逃しをね見るためにこう Hulu 利用して、でもあの追いついちゃったからさ、そうすると1週間待たなきゃいけないじゃん。でもあの毎日なんかこう見る習慣ができちゃってるから、あなたの番ですを追いかけるためになんか見たいなと思って、こうね、なんかいいドラマねえかなと思って回してたら、そこにあったんですよ、今日から俺はが。で、あ、なんだ、あるじゃんって、でまあせっかくねもう契約してるからもういっぱい見た方がいいわと思って回したら、まあ面白かったね、今日から俺は。面白いね、あれは。原作のいいところちゃんと残しつつ、ドラマとしてね、もうギャグが本当にいい。賀来賢人さんがマジで面白い、主演のね、あのね、なんかカジュアルだね。あとムロツヨシさんがさ、ね、ムロツヨシさんが要はその賀来賢人を演じるね、まあ主人公ですよがいる、学校の先生役で出てくるんですけど、これ漫画だといないんですよ、その先生が。だからもう完全にドラマオリジナルのキャラクターなんですけど、これがね結構面白いですね。あと佐藤二朗さんとか、いやだからもうさ、佐藤二朗さんとか室強さんなんてさ、あれなんですよ、もうね、勇者義彦でね、まあおもろかった方々ですよね。ああいう人らを起用しているから、それはやっぱねある程度面白くて、まあでもなんかあの辺の人たちってなんか笑いの取り方がさ、ちょっとは独特じゃないですか。だからあれが逆に苦手って人もねいるよね。僕はあの好きなんで、あのめっちゃ面白いなと思って見てましたけど、今日から俺は。まあそんなもんかな、好きなドラマ。昔とかね見てたやつ、まあまああるけど、結構そのテレビからね離れた時期が僕長いんで、最近むしろなんか昔見れてなかったやつを追ってるみたいな、そんな感じでございます。一旦この辺で CM 入れとく？もうちょっと話したいからね。一旦 CM 入ります。はい、ということですね。じゃあちょっと次の質問何か、見ていこうかな。今はドラマのやつ行ったので、次は、どれにしよっかな。あ、これにしよう。はい。ですね。お、ラジオネームが、鼻毛ポンタさん。あ、ポンタさん。ポンタさん、いつもありがとうございます。はい。ポンタさんはね、僕、ツイッターもね、フォローしておりますので、はい。よくお世話になっている方でございます。ポイラジ解説、おめでとうございます。ありがとうございます。投稿アドレス設置も、おめでとうございます。ありがとうございます。毎日暑いですね。夏といえば冷たい麺だと思うのですが、山田さんは夏は冷麦ですか、そうめんですか、そばですか、それともそうめんかぼちゃですか。この間から友人と冷麦おわそうめんどちらを食べるかで揉めています。 PVP 対決しても決まりそうにありませんとのことです。はい、お便りありがとうございます。いや、そうなんですよね、暑いんですよね。いや、麺をね食べたくなる気持ちすげーわかりますね。ちなみにですね、まあ、何派っていうので言うと、ここに挙げられてるやつだったら僕はね、そば派ですかね。そばですね。昔はなんか子供の頃はうどんが一番好きだったんですよ。もううどん至上主義みたいな感じだったんですけど、だんだんね、細くて、あと風味がね、そもそももう麺にちゃんとついているそうめん、あ、そうめんじゃねえわ、そば、がいいなーってね、だんだんなってきたんですよね。だ今はもううどんとかそば両方とも選べるってなると、まあおそばの方が割合的には多いですかね。なんか駅のさ、立ち食いそば屋みたいなやつあるじゃないですか。僕ね、ああいうの大好きなんですよ。つうかちゃちゃっとね、とりあえずなんかご飯食べとこみたいな感じの時って、ああいうのよく使っちゃうんですよね。で、そういったところ行くと、まあ十中八九そばですね。
お蕎麦、なんでお蕎麦っていいよね。お蕎麦っていいよね。安くても高くてもね、美味しいんですよ、蕎麦って。うん、いや、まあ別に僕はグルメじゃないからね。安い蕎麦でも全然 OK っていうだけなのかもしれないんですけど、こう、独特だよね。蕎麦粉ってもので打って、そう、他に蕎麦粉ってあと何に使うんだっていうような感じじゃないですか。蕎麦を打つためにあるみたいな、そんなアイテムなわけですよね。で、打って蕎麦。なんか、蕎麦っていう文化もさ、おもろいよね。もともと分かんないですよ、僕は。別に蕎麦の起源がね、どうあって、昔はどういう風な格の食べ物だったのか知らないですけど、とにかく、お手軽に食えるっていう、そう、ファーストフード的な立ち位置でね、今言った立ち食い蕎麦があるにもかかわらず、お蕎麦屋さんって行くとさ、なんかちょっとこう、格式高いところもあるわけですか。なんか伝統の、みたいな。そういったお蕎麦もあって、こう、幅があるわけですよね。食べ物としてね。なんかそれは面白いなと思うんだよね。まあ何食ってもうまいしね。で、まあでも蕎麦ってさ、家だとあんま食べないんですよ。なんかお蕎麦を買ってきてみたいな感じはちょっとないですね。で、家で食べるならですね、そうめんと冷麦、いやこれ難しいんですけど、僕はね、今ちょうど家にあるのはね、冷麦ですね。いやこれ別にどっちがいいっていう理由はね、僕ないんですよ。どっちもどっち、そんなに僕の中でこの2つの差はないんですけど、単純に冷麦の方が茹で時間がちょっと長いじゃないですかね。そうめんよりもなんか1分半ぐらい多分長いのかな。で、僕茹でてる間にタレとかさ、そういうのちょっと脇でちゃちゃっとなんかやりたい人なんですよ。なんか料理さしてる時にやりながら、一品やりながら片手まで何かを進めるっていうのをうまくいくとめっちゃ楽しいじゃないですか。だからあれをねやるためには、そうめんって時間がちょっと短いんですよ。だからもうちょっと余力が欲しいから冷麦みたいなね感じで冷麦を選びました。味とかじゃないですね。僕の要は、あ、俺今この今そうめんが茹で上がるまでの隙間時間をうまいこと利用しているっていう満足感、それを得たいがために僕は冷麦にしています。はい、癖が強いなーっていう、自覚はある。なんか料理そんな感じなんですよね、僕。ちょっと脱線するんですけど、僕料理をするときって、自分ルールがあるんですよ。まあなんかこれ作るぞみたいな感じでがっつりね腰を据えて料理作るときもありますけど、そうじゃないときは家出てスーパー行って帰ってできて料理を食べるまでの時間を設定するんですよ。まあ僕ね一人暮らしなんで、じゃあ晩飯自炊しますって決めて、冷蔵庫に何もないです、なくはないけど、なんか食材があって、じゃあな、食材で使いたいやつをパッパッパッとちょっと見とくんですよ。卵はそうそう賞味期限近いとか、玉ねぎがみたいなやつをパッパッと見といて、それを頭の中に入れとくんですよ。で、あとは、スーパー行ってその日の安い食材とか、そういうのをザーッと見て、いや制限時間内だ、ゲームをやってる感覚だよね。90分で買い物を済ませ、かつ帰ってきて食べるところまで至るには何が作れるみたいな、そういうなんかこうタイムアタック的な楽しみ方をしちゃうんですよね。まあ別に、いや 毎回じゃないですよ。そういうことをする時もあるというと、まああるよっていうか、まあ結構あるな。昔から結構やるんですけど、でもこれやるとあれなんですよね、なんか悩まないんですよね、献立とかにね。だから結構楽しみつつ、かつそのなんか無駄な時間を省けるみたいなっていう感じなんで、まあなんかちょっとね結構おすすめです、タイムアタック。あとこう献立の構築みたいなものもね、スーパーでささっとやんなきゃいけないからね。はい、まあみたいな、ちょっとすげえ脱線しましたけど、はい、まあ夏冷たい麺は僕はそば派、家にあるのは冷麦ですっていう話ですね。はい、ポンタさんご投稿ありがとうございました。はい、ということで、まあこんな感じで質問ね2つ読み上げただけでこんなに時間が経つのか。俺は1つの質問に対してこう広いすぎるし、広げすぎるね。広げすぎてるな。今日別の話普通にしたかったんだけどな。どうしようかな。する、します、いやしようか、しようかな、いや別の時にしよう。まあ今回はそう、こういう感じのね質問答える回も、作りますよという、じゃあまあなんかそういう告知も兼ねてかなの回にしましょうか。ちょっともうびっくりしたもん、24分喋ってるんだよ俺。いや喋りすぎだよ。
もうね、僕のメインのね、まあ山田チャンネルでロケとかやって動画撮るじゃないですか。ロケだけじゃなくても、もうね、ヤス君とダヨちゃんはマジで俺が無駄話というか話を広げすぎるのも、もう重々承知なんで、ガンガン切っていくよね。うん、要点だけを使いつまむ係なんで、彼らはね。うん、もう甘えに甘えてますね。うん。ラジオはもう編集が彼らに任してないっていうか、もうほぼ取って出しなんで、もうそういう僕の、もうズル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 喋ってしまうところがもうダダ漏れなんで、こんな感じなんです、実は僕。実はっていうか、もうバレてるでしょうけども、ノーカット、編集なしだとこんなに喋っちゃうんだよという。二つのお便りだけで僕はこんなに喋ってしまうという、ことが、まあ、今日これを聞いてくれてる皆様には、伝わりましたかね。はい。ということで、これどうしようかな。いいかな、いいか。もうこんな感じ締めようか。ね。うん。なんかちょっと、帰ってきてから、アメリカから帰ってきてから、なんかこう、整って、一回息つくタイミングで撮ってるラジオなので、まあこんなのでもいいかな。はい。ということで、じゃあ今回はちょっとこの辺で締めましょう。山田のポイラジ、今回もご視聴ありがとうございました。質問読み上げる回も作りますので、よかったら皆様メールアドレスの方にね、山田に聞いてみたい質問、よかったら、ご応募お待ちしております。答える回と答えない回多分あると思いますが、気長にお待ちください。はい、それじゃあ、今回はこの辺で終わります。最後まで聞いてくれてありがとう。次回のライチ追ってお会いしましょう。バイバーイ。